マイスター・エックハルトは中世ドイツのキリスト教神学者、神秘主義者。エックハルトはドイツの中林源にて生まれる。タンバハという村で生まれたと推測されている。パリ大学にてマイスターの称号を受ける。トマス・アクイナス同様、同大学で二度性教授として講義を行った。ドミニコ会のザクセン地方環区長やボヘミア地方司教、総代理等を歴任した。 1326年ケルンで、進学者として活動していたエックハルトはその教説の、ゆえに、異端の告発を受け、これに対し、弁明書を提出。当時教皇庁があったアビニョンで、同じく異端告発を受けたウィリアム・オッカムと共に、新門を待つ間に、エックハルトは没した。その死後1329年、エックハルトの命題は、異端の宣告を受け、著作の刊行。 配布が禁止された。これによって彼に関する記録はほとんどが失われたため、その生涯は上記の弁明書等から再構成されるのみであり、不明な部分が多く残されている。神との合一を、そして神聖の無を解く。何時の事故から離れ、神の事故に溶け込め。さすれば、何時の事故と神の事故が完全に一つの事故となる。神と共にある、何時は、 神がまだ存在しない存在となり、名前なき無なることを理解するであろうこのような、ネオプラトニズム的な思想が、教会軽視につながるとみなされ、異端宣告を受けることとなった。エックハルトは、神は、その源の発において、無という他はないと述べる。この状態で、神は、安らぐことがない。神からロゴスが発し、非造物が創造されることによって初めて神は、 被造物において自分自身を存在として認識する。この時の被造物に対する神は唯一の存在であり、それに対する被造物は無に過ぎない。被造物は神に生み出されることによって存在を持つのであって、被造物それ自体ではまだ全く持っていない。被造物はそれ自体では存在すらできない純粋な無である。神は生むもの、被造物は生み出されたもの。この両者は、 アナロギア関係にある。アナロギア関係は次のように例えられる。健康な尿という言葉があるが、尿それ自体が健康であるということはない。健康な生物がそれを生み出したから尿が健康だと言われるのである。非造物における前期派などもそれ自体が良いのではなく、前世がそれを生み出したから良いと言われる。神がそれを生み出したから非造物は前期者であることができ。 知性を持つことができ、生きることができ、存在することができる。だから非造物において絶対的に疑なるものはありえない。良い意志を持とうとする非造物の側からの努力も、エックハルトにとっては虚しい試みである。では、非造物にできる最高のこととは何か。それは無に徹することだとエックハルトは言う。無のうちには最大の重要性がある。あれ、これといった。 特定の存在が消え去る純粋な無の中にこそ、純粋な存在たる神が受容される。我の無すなわち、神の言う。神は充実した存在そのものであるからその本性から、して無に存在を注ぎ込まずにいられない。神は非造物と気まぐれな関係を持つのではなく、本質的に非造物と関わっている。神はその本性からして、私を愛することをやめることができないという。 無になることの重要さをエックハルトは繰り返し解く。板の上に何かが書き込んであるとして、そこにいかに高貴なことが書き込まれていようとも、その上にさらに書くことはできない。神が最高の仕方で書くには何も書かれていない板が最適であるという。極限の無になることで自分を消し去った時、内面における神の力が発現し、 非造物のうちにありながら創造の以前より存在する魂の火花が働き、魂の根底に神の子の誕生が起こる。しかし人が神の子になるという、この思想は教会にとっては非常に危険なものであった。そもそも神の子はイエスただ一人でなければならないし、個人がそのまま神に触れ得るとすれば、教会や聖職者といった神と人との仲介は不要になってしまう。 自らを消し去り、神の子として生まれ変わった者は非造物を超えた存在となるため、いかなる非造物からも悩まされることがなくなる。非造物から生まれた者は非造物に悩まされるが、非造物にあらざる神の子として生まれ変わった者は、非造物による悩みを持ちようがない。それでは現に悩みがある者はどうすべきなのかというと、悩みを神から受け取るべきであるとエックハルトは言う。神のうちで、 神、共に悩みたものを喜ぶべきなのである。悩みが消えるような慰めが神から与えられないときは、恩寵を受けないという仕方で受け取っているのであり、受けないということで受けることにより一層本来的に神を受容することになる。あらゆるものを受容することは、エックハルトの中心的な教説の一つである。神の意志は、あれとか、これとかいう風うに差し示せる、特定の事柄として、 現れるのではない。これが神の意志だ。という人は非造物たる己の意志を語っているに、過ぎない。神が何を意志するか、神が何を与えてくれるかが問題なのではなく、神の与えたまうものも、そして与えたまわぬものも、一切を断念することが重要である。一切の消滅的な事物を犯した者はその全てを、神のうちで再び受け取る。 神において受け取る一匹のハエは最高天使それ、自身の存在よりも尊いとまでエックハルトは言っている。あらゆるものは時間の上ではそれらが神から流出したという点で等しく、永遠の上ではそれらが神の内にあるという点で等しい。神にすべてを委ねた者にとっては、神が神自身であるようにそのもの自身が神なのである。そのような神のこの誕生は、神自身にとっての喜びでもある。 エックハルトにとって最高の徳は離脱である。それは愛や慈悲や謙虚よりも尊い。愛することよりも離脱が好奇だというのは愛が私に神を愛させるのに対し、離脱は神に私を愛させるからである。愛は神のためにあらゆるものを認住する。離脱はあらゆるものから脱却し、神を自らのうちに迎え入れて神を神たらしめる。 離脱は内面において達成される。外的な所有物をいくら捨てても、己の意志を捨てなければ離脱することはできない。これは、当時ドミニコ会に対立していた、フランチェスコ会の自分の所有物を捨てようとする製品の運動に対する批判を含んでいる。イエスの心の貧しいものは幸いである。天国は彼らのものである。という言葉は解釈が分かれる言葉であるが、 エックハルトは心の貧しい者を意志の貧しい者、自己を捨てた者とみなして同意している。彼はここで無我を唱える仏教に近づいている。しかし彼のキリスト教の枠からの跳躍はここにとどまらない。エックハルトはさらに神からの離脱を解く。神と考えられる者、それは真の神ではない。考えが消えれば考えられた神は消えてしまう。そのような神は、所詮、 我の建てたものである。エックハルトが神と神聖を分けているのは重要である。神は三位一体という形を有するが、神聖が神をそのように荒らしめているもの、いわば神の本質である。エックハルトはしかしこの神の本質を神聖としての無と表現する。有として形ある神は突破されなくてはならない。純粋なありたる神が本質的には神聖という無であり。 無という神聖に徹した我が、最高の存在になるというのは、初発に無というを春別しながらも、無の貫徹に終わる境地である。生むものと生まれるものは、一方が、能動、もう一方が自動であるという以外は全く同じ、一つの、性であると言われる。エックハルトは、一切の神イメージを持つことから脱し、神と合一した事項も捨てた究極の無を目指している。 ドイツ語圏を中心に中世末期のみならず、近代以降の思想家にも強い影響を残している。中世近世、現代。ありがとうございます。